軍事境界線で警備に当たる朝鮮、人民軍兵士朝鮮人民軍は朝鮮民主主義人民共和国の軍隊である。日本のメディアからは北朝鮮軍とも呼ばれている。陸軍、海軍、空軍、弾道ミサイルを運用する戦略軍、特殊部隊を統括する特殊作戦軍の核兵器により編成されている。 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第11条の規定により、制度上は朝鮮労働党の指導を受けるとされる。ただし、先軍政治を掲げた、金正日執権時には、国家主権の最高軍事指導機関かつ全般的、国防管理機関と定められた、国防委員会の全面的な指揮、統制を受け、特に党の指導が境外化したという指摘があった。 金正恩時代になってからは、軍事的な意思決定は、朝鮮労働党中央軍事委員会が担当するようになっており、2016年6月29日に国防委員会は廃止され、国務委員会に改組された。現職の武力最高司令官は金正恩。国家保衛省など治安、警察組織とともに、国内で体制維持にあたるとともに、北朝鮮への軍事攻撃の抑止、 防衛と韓国の武力統一を主任務としている。朝鮮戦争休戦後も韓国軍や米軍との武力衝突、韓国へのゲリラ戦をたびたび起こしている。兵員数は世界有数の規模だが、通常兵器は軍事専門家から動く軍事博物館と揶揄されるほどの旧式装備が大半を占める。石油は主に中国からの輸入に頼っているが、 外貨不足や中国に大北朝鮮制裁を迫る米国の圧力による燃料不足のため訓練も十分ではない。複数の軍事専門家からは特に制空権、制海権の獲得は絶望的と指摘されている。このため各、生物、科学の大量破壊兵器とその運搬手段である弾道ミサイル合計20万人にも達する特殊部隊。 軍事境界線の北朝鮮側から韓国北部を狙える長距離砲などで韓国軍の後方や日本本土、在韓、在日米軍基地などを直接攻撃できる体制を取り、空軍力などでの不利を補う戦略を取っている。弾道ミサイルについては、アメリカが州国本土や、米領のグアムやハワイへの攻撃能力獲得を目指して長射低下を進め、 2017年11月には、射程1万 3000km の火星15の発射に成功し、米国全土を射程に収めるまでに至った。平時においては、韓国の首都であるソウルを射程に収める長距離火砲、ロケット砲とミサイルの即応体制を維持し、ソウル在住の要人や約1000万人の非戦闘員を事実上の人質として、韓国軍と 在韓米軍の動きを抑止している。有事の際には、韓国領内に電撃的侵攻を行い、主な攻略目標として、首都ソウルを制圧することで韓国側の戦争遂行能力を奪うことを基本戦略とする。北朝鮮は、装備面での劣勢と燃料不足を膨大な動員力でカバーし、爆発的な破壊をもたらす短期の飽和攻撃で、韓国軍と 在韓米軍を押し潰す戦術を取らざるを得ない。このため、兵力の多くは軍事境界線から 100km 以内の地域に前方配置されているが、武器弾薬の補充が困難な状況から、継戦能力は限定的なものであるとみなされている。もっとも、北朝鮮国内では外国人に対する監視が極めて厳しく、情報収集が困難である。 食料難や燃料難の情報は漏れ出てくるが、朝鮮人民軍の規模や深刻度についての憶測は、ソースにより様々であり、情報が錯綜しているのが現状である。朝鮮人民軍は、通常兵器の質では、仮想的である、周辺諸国にかなわないため、蒸気のような大量破壊兵器と弾道ミサイルに加えて、サイバー戦争に力を入れている。 北朝鮮の6000億円の年間軍事予算のうち4000億円近くを核、ミサイル及びクラッキング技術の研究開発に費やしている。韓国、日本の中には北朝鮮洋人の民族統一のためには核戦争すら自殺との発言から北朝鮮は端から韓国気候戦力を核兵器で破壊する意思があり核を打ち合うなら 集中した気候より3回した不評が適正な選択。韓国の第3世代戦車も核で解けないわけではない。北朝鮮の核実験により半島の軍事バランスは一気に北に傾いたという見解もある。現段階では弾道ミサイルへの核弾頭搭載については見解が分かれているが、これは北朝鮮自身の核実験の実績から推測しているものに過ぎない。 実際、パキスタンのアブデルカディールカーンも関与していた核の闇市場を通じてパキスタンあるいは中国製の1960年代に設計された弾道ミサイルに搭載可能なウラン、爆縮型原子爆弾の設計図が北朝鮮に流入していることは考慮されておらず、正確性を欠く恐れがある。なお、各実験だけの実績から考えると最大評価は米シンクタンク、 科学国際安全保障研究所の研究者らによって、ノドンにおける各弾頭化は可能というもので、最小評価はファットマン規模の大きさの10キロトン程度の原子爆弾を保有との評価である。北朝鮮が朝鮮人民軍の大量破壊兵器と弾道ミサイルの他に傾注しているのが特殊部隊及び特務機関を通じての日韓における協力者の確保である。 陸海空軍及び朝鮮労働党が有する特殊部隊員の兵力は世界最大規模である。2010年5月5日、5万人余りの朝鮮人民軍の特殊部隊が38度線の9000ライン近くの最前線に配置されたという報道が出た。韓国政府筋は北朝鮮が有事の際に土台人の手引きのもと韓国に潜入。 特殊部隊を活用した奇襲作戦を観行し、韓国軍を拡乱させる狙いがあるとしている。右下の写真は、反門店の軍事境界線を警備する朝鮮人民軍兵士であり、北朝鮮側から撮影されたものである。奥の二人の兵士の足元にあるコンクリートの帯が軍事境界線を表している。二人の兵士は、お互いが、手前の兵士は、北朝鮮国民が、 それぞれ境界線を越えて脱走しないように監視しているというのが韓国マイ連合軍の解釈である朝鮮人民軍創設記念式典。近日世の肖像画と対局記が掲げられている。朝鮮人民軍の創設は1948年2月8日で、この日は朝鮮人民軍総建日とされている。北朝鮮では県軍説とも呼ばれ祝日の一つに指定している。 もともと北朝鮮では、軍総建記念日を正規軍創設の1948年2月8日としていたが、1978年以降は、近日政が1932年に、満州において朝鮮人民革命軍を組織した、日とされる4月25日を、朝鮮人民革命軍総建日とした。しかし、2018年1月22日、 朝鮮労働党中央委員会政治局は2月8日を朝鮮人民軍総見微とすることに決定し40年ぶりに元に戻された。第二次世界大戦後、日本による統治が終わって朝鮮半島北半部にソ連軍が進駐するとともに1945年10月保安隊、1946年1月鉄道保安隊などの保安組織が発足し同時に 中央法案幹部学校や平壌学院といった幹部教育機関も設けられ、県軍の準備が整えられた。そして、1948年9月9日の朝鮮、民主主義人民共和国建国に先立つ2月8日、朝鮮人民軍が創建されたのである。初代総司令官は、蔡伊沢県であり、北朝鮮人民委員会委員長の地位にあった国家の最高指導者、 近日成と共に人民軍の増強に邁進した。県軍官もない人民軍が急成長を果たしたことには次のような背景があった。当時の北朝鮮の体制内ではソ連から帰国したソ連派、中華民国から帰国した延安派と呼ばれる幹部が大きな役割を担っていた。創建直後の人民軍でもそれは変わらず、軍事的な経験や知識を持った彼ら帰国者たちは、 軍団長や師団長などの高級幹部の地位を占めて人民軍を質的に保管した。これは幹部に旧日本軍出身者が多かった創建直後の韓国軍とは対照的と言える。また、朝鮮系の将兵によって構成されていた中国人民解放軍第164師団と中国人民解放軍第166師団が 第二次国境内戦が終結した1949年に帰国してそれぞれ人民軍第5師団と第6師団に、さらに中国人民解放軍第165師団が1950年に帰国して人民軍第7師団に改編されたことなどにより、両的にも韓国軍に対して大きなアドバンテージを得ることができたのである。祖国解放戦争勝利記念館の 記念碑朝鮮人民軍の奇襲により1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争では当初の朝鮮人民軍はソビエト連邦や中華人民共和国からの豊富な支援を受けて前日のように韓国軍を質量ともに圧倒しており初戦で韓国の首都ソウルを陥落させアメリカ軍やイギリス軍をはじめとした国連軍の参戦後も 大田の戦いなどで勝利を得て、国連軍を不在演じに追い詰めた。1950年7月4日に、金日成が朝鮮人民軍の最高司令官となった。しかし、国連軍の二川上陸作戦が成功したことにより、戦局が一転すると、人民軍は敗走を重ねて、多くの戦力を失い、一時は臨時首都の平壌を喪失するまでに追い詰められた。 その後、中国人民志願軍の参戦により、平壌を奪還して、ソウルも一時は再び陥落させたものの、1953年7月27日の休戦まで、人民軍は、中朝連合司令部の僕はじめの指揮下にあり、金日清は戦争の中での主導的な役割を失った。しかし、金日清は、むしろこれによって、北朝鮮内部における、 権力確立に専念することができた。当時の党内の有力派閥であり、パルチザン養成機関を掌握していた南道党派は、近日政によって朝鮮戦争の失敗の責任を転嫁されて、粛清された。前述のソ連派、沿岸派なども、最終的には1956年の8月周波事件により、壊滅し、人民軍から、その影響は排除された。 1960年代初めから現在に至るまで50年以上の長きにわたり、北朝鮮当局は、朝鮮戦争における軍事的な教訓に基づく国家戦略として、四大軍事路線を堅持し、人民の暮らしよりも軍事が優先される、戦軍政治を標榜している。具体的な政策は、近日政が自ら表示した四つのキーワードである、全人民の武装化、全軍の幹部化、 全軍の現代化、全国土の要塞化に基づく。第一に、全人民の武装化が追求されている。すなわち、徴兵制によって人民に長期間の兵役の義務を課し、除隊後も、予備役として、地方軍に所属させ、もしくは、人民軍とほぼ同じ階級制度を導入する、労働赤衛隊等の民間防衛組織に加入させる。これにより、人海戦術による、 朝鮮半島全域での全重心同時突破を実現しうる約400万人の予備兵力を確保している。膨大な兵力数は大量破壊兵器と並んで、米韓軍による北進を防ぐ抑止力ともなっている。また、有事の際に人民軍の兵艦輸送等に刺激される鉄道員や一部の公務員たちの職会には人民軍による指揮監督の円滑化のために、 人民軍とほぼ同じ階級制度を導入している。第二に、朝鮮人民軍では、韓国に対する重心攻撃を行う際に、部隊の多くが壊滅に追い込まれ、将校とか士官が大量に死傷することはすでに折り込み済みである。極限状態の中にあっても、戦闘序列を守り、作戦を成功させるため、実際の戦闘中に階級が上位のものを失っても、 その霊下にあって生き残った者が主体思想を信念として直ちに階級が一内市に階級上位にある者の,の職務を代行できるよう全軍の幹部化を追求している。そのために部隊においては日程残死を人民軍から一掃する反日教育が推進され一種の宗教のように近日生一族のことを崇拝させるマインドコントロールが行われている。第三に 全軍の現代化と称して、現代の戦略兵器である弾道ミサイル及び核兵器の開発を行う。日本や韓国においては、平時から特殊部隊にアジトや資金の提供を行う協力者ネットワークである土台人主体思想派を確保し、特殊部隊による工作船運用やクラッキング等の情報船に限りある資源の投資を集中している。第4に、 北朝鮮上空の制空権を敵に奪われることを想定し、あらかじめ重要施設や兵器工場の多くを内陸部の地下施設内に設け、空爆から防護するという全国土の要塞化を推進している。日本の平成23年版防衛白書では、総兵力は120万人とされている。これは退治している韓国軍の兵力と在韓米軍の合計よりも多い。 北朝鮮の人口は約2400万人なので国民の5%程度が軍役についていることになるがそのために兵役期間が10年と極めて長くもともと GDP が1.2から2.4兆円で著しく低迷する北朝鮮経済に与える影響は極めて甚大である。なお実際に戦闘に使える兵の数となると20万から30万 という説を唱える者も,もいる。ただし、年間軍事予算6,500億円のうち一部は、北朝鮮の天然資源の売り上げ、韓国との海上工業団地、超銀信用組合事件など外国から吸い上げた資金が充当されているとする推測もある。さらに甚大な食糧難だった1990年代の苦難の幸運の世代は、出生率が例年より3割も低く、 この世代を招集する時期には兵力の減少が見込まれる。兵力の規模を維持するため、2015年には男性の兵役期間を11年に延長。これまで志願性であった女性にも7年の兵役義務を課す方針である。北朝鮮は保有する兵力を公表したことはないが、英国シンクタンク、国防戦略研究所の年次報告書、ミリタリーバランスによると、陸軍102万人、 海軍6万人、空軍11万人の兵力とされている。他に、予備役が470万人、労働赤霊台350万人、保安部隊が19万人もおり、事実上男性海兵といっても差し支えない。しかし、正規軍も多くは、日常的に農業業などに従事しているため、訓練は行き届いているとは言えない。約102万人という世界2位の、 地上軍不評兵力に関しては国勢として政治指導者が民族武力統一を決断した場合一応南進作戦を実施可能たらしめるのに必要な兵力を陸軍整備目標にしていると観測されている。なお国勢として統一作戦が一応実施可能な能力を軍隊の整備目標に掲げることと武力統一作戦を実際に 成功させうる能力を保有することとは別問題である。韓国軍においては徴兵制に加えて予備役制度が充実しており、約380万人に上る大韓民国予備軍の大規模兵力が控えていることも考慮しなければならない。国際機関推計によれば核兵器6から7機を製造するのに十分なプルトニウムを保有。 ミサイル搭載用の核弾頭を製造する技術を持っているかは不明である。各種ミサイルを少なくとも先発保有。大陸間弾道弾のプロトタイプとなるテポドン2号やローンチビークルの銀河2号と銀河3号の発射実験の後、2017年7月に初めて実戦配備に向けた大陸間弾道ミサイルの火星14の発射実験を成功させ、ついで、 米国全土を射程に収める火星15の発射実験に成功した。北朝鮮は2500の5000トンの化学兵器を保有していると思われる。生物兵器の開発計画もあるが、北朝鮮が研究開発段階を終えたかは不明。米政府の分析によると、主力戦闘戦車3500両、軽戦車560両、装甲兵員輸送車2500両、 牽引砲三千五百門、自走砲四千四百門、多連装ロケット砲二千五百門、迫撃砲七千五百門、対戦車ミサイル、無反動砲千七百門、降射砲一万0門。海軍は、潜水艦九十二隻、フリゲート艦三隻、コルベット艦六隻、ミサイル艇四十三隻、大型巡視艇百五十八隻、高速魚雷艇百三隻、 小海艦艇334隻以上、輸送艦艇10隻、沿岸防衛ミサイル発射台2台、ホバークラフト130隻、総会長23隻、小型艇8隻、測量船4隻を保有。空軍は、爆撃機推計80機、戦闘機と、対地攻撃機541機、輸送機316機、輸送ヘリコプター588機、 攻撃ヘリコプター24機、無人航空機少なくとも1機を保有。最高指導者の金正恩が、国では国務委員長、党では朝鮮労働党委員長と、中央軍事委員会委員長、軍では共和国元帥の階級を持った朝鮮人民軍最高司令官を検職しており、全面的に朝鮮人民軍を司さどっている。 以前は国家機関の国防委員会が国家主権の最高国防指導機関、先軍革命路線を貫徹するための国の主要政策を立てる国家の全般的武力と国防建設事業を指導すると憲法に明定されており、最高指導者が兼務する国防委員会第一委員長が国の政治、軍事、経済力の全般を建設、指揮する。 国家の最高指導者として命定されており、先軍政治を掲げる金正日の執権時代には、特に国防委員会が徴用されていた。朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法第11条では、朝鮮民主主義人民共和国は、すべての活動を朝鮮労働党の指導のもとに行うと規定されており、形式的には、 朝鮮労働党中央軍事委員会が朝鮮人民軍に対して統制をするのだが、金正日が最高指導者の地位にあった1997年時点では、党中央軍事委員会は朝鮮人民軍内の党組織を指導する権限しかないとされていた。そして、国防委員会の参加に人民武力部、人民保安部、国家安全保衛部があり、形式上はこの人民武力部が 朝鮮人民軍を統括した。ただし、人民武力部の権限は、軍事司法や軍事外交に限られ、実際は、人民武力部の参加機関の方が強大な権限を有し、中でも、軍部の思想統制や監視、人事査定を担う朝鮮人民軍総政治局が、強大な権限を有し、総政治局長には、人民武力部長より、権力の革新に近い人物が就任した。 朝鮮人民軍総政治局と有事の際などに実際に軍を動かす軍令機関の朝鮮人民軍総参謀部特殊工作や諜報を担う朝鮮人民軍偵察総局が人民武力部の三大機関とされている。しかし2011年に金正恩が最高指導者に就任してからは国家機関の国防委員会より党機関の中央軍事委員会が徴用されるように なって、軍事的な決定は、中央軍事委員会で行われることが多くなった。そして2016年6月29日に、国防委員会は廃止され、代わって、国務委員会が設立され、国務委員会は、国家主権の最高政策指導機関であり、国防建設事業をはじめとする、国の重要政策を討議決定すると定められた。国防委員会にあった、 国防部門の重要な機関を設置、または廃止する軍事称号を制定し、召喚以上の軍事称号を授与するという規定は、なくなり軍事的な色彩を薄めた国家における全般的な政策指導機関としての位置づけが明確化された。そして人民武力部は人民保安部と国家安全保衛部と同じく省に格下げされ、国務委員会の参加に移った。 半門店警備中の陸軍軍人2008年版、韓国国防白書等の情報によれば、朝鮮人民軍の軍団は15個で構成されている。軍団の内訳は、前方、後方軍団9個、機械化軍団2個、国境警備司令部、ミサイル指導局、警不評共同指導局、ピョンヤン防御司令部等である。 軍団数が減少した理由としては、2006年末に2個機械化軍団、戦車軍団、砲兵軍団が師団級部隊に改編されたことが挙げられる。軍団の下のはしご隊としては、2000年の時点で、現役不評師団、旅団が33個、共同師団が37個、機械化不評師団、旅団が25個、戦車師団、旅団が15個が存在した。 下記の軍団の一覧表は2000年度の情報に基づいており、現在存在しないものも含む。兵員数が非常に多く数の上では大規模な陸軍である。ただし近代化が進んでおらず50から60年代の技術で製作された兵器が主力を占めている。装備上の特徴として、山岳戦となった朝鮮戦争の戦訓から火宝の自走化に注力し、 多数の自走砲を保有する。ただし、大砲レーダーの保有が確認されておらず、通信設備も貧弱であることから、現代の砲兵戦でどれほど戦えるかは未知数である。さらに、経済制裁による石油の枯渇や物資不足で、車両を中心に急速な無力化が進んでいる。その代わり、イラク戦争の頃からは自爆テロや井戸の研究をしているという。 アメリカ国防総省の専門家が、海軍事委員会省委員会で証言したところによれば、北朝鮮はアルカイダ等のイスラム原理主義過激派が使用する意図について興味を示しており、戦術を学ぶため、ハキスタンのイスラム過激派支配地域に人民軍から視察弾を派遣したとされている。2011年の時点で保有する装備は、戦車3500両。 軽戦車560両、装甲兵員輸送車2500両、牽引砲3500門、自走砲4400門、多連装ロケット砲2500機、迫撃砲7500門、無反動砲1700門、降車砲11000門と推測されている。朝鮮人民軍海軍は沿岸海軍であり、特殊部隊浸透支援と沿岸防衛に特化している。 それぞれら地球フリゲートを機関として、その他中古型集停によって構成される、東海艦隊と西海艦隊が編成されている。東海艦隊は、ラソンと元山に主要基地を有し、大長道に本部を置く。西海艦隊は、岩口とスナクシに主要基地を有し、南浦に本部を置く。両艦隊は、地理的制限により相互支援が、ほとんど不可能なため、 艦艇を交代することはない。その他にも、数多くの小規模な海軍基地と、海岸砲兵部隊、地対艦ミサイル部隊が、両岸に沿って位置する。海軍航空隊は保有していない。海兵隊として、二個海上狙撃旅団を保有している。作戦は、海軍要員に加え、海軍所属の特殊作戦部隊により実施され、数多くの小型艦艇や特に小型潜水艇、 反戦推定130隻近い軍用ホバークラフト90隻近い LCVP は、韓国に特殊作戦部隊をお密つに浸透させ、テロゲリラによる広報拡乱を意図していると言われている。韓国国防白書2008年版によれば、保有艦艇数は、水上戦闘艦艇420隻、潜水艦艇70隻、上陸艦艇260隻、 小海底30隻灯である。潜水艦は著しく旧式だが隻数は多い。停止して船海に鎮座すれば接近する敵艦艇に対して一定の脅威たりうるが主力のロメオ級デモ二次対戦クラスの河川艦で連続潜航可能な時間は半日程度しかないため実際にはそのような運用は困難である。一方で2021年4月 韓国メディアは、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載可能な新型潜水艦の建造を終えているとの報道を行っている。水上艦艇は、蒸気のラツキューフリゲートを除けば、魚雷艇、小海艇、高速攻撃艇、小型潜水艇及び小型上陸用集艇を含む小型艦艇からなり、いずれも旧式なものである。小型艦艇は遠方への長期航海には不向きだが、 自国周辺海域の警備や韓国沿岸への出撃は可能である。各艦艇には固定装備としての対空ミサイルは装備されていないが代わりに携帯式防空ミサイルシステムを携行する対空要員を乗り組ませている。その他海岸砲兵と地対艦ミサイル基地を維持している。海岸防衛方兵はル、mm、百三十ミリメートル。 および 152mm システムを保有。地上設置海岸防衛ミサイルは SSC-2B サムレット、CSSC-2 シルクアーム、および CSSC-3C アザッカーを保有している。韓国国家情報院が北朝鮮研究の成果を取りまとめて刊行した書籍である北韓常識によれば北朝鮮海軍の訓練内容は 有事の際に持てる艦船のすべてのミサイルを同時に発射して敵の防空システムを麻痺させて敵を撃破する飽和攻撃を行う訓練や潜水艇や魚雷艇に爆弾を搭載して敵艦船に体当たりする自爆攻撃の訓練、機雷戦訓練、潜水艦や工作船による特殊作戦部隊の敵国侵入訓練を行っている。朝鮮人民軍空軍は 戦闘機と爆撃機を保有する4個飛行士団と、輸送機とヘリコプターを保有する2個戦術、輸送旅団からなる。士団霊下の編成は、連帯編成をとっている。また、特殊部隊として、2個空軍狙撃旅団を保有する。韓国国防白書2008年版によれば、保有航空機数は、戦闘任務機840機、監視統制機30機、輸送機330機、 ヘリ三百十機、訓練機百八十機である。このうち、実動戦力として誕生されるのは、米韓軍に対抗可能なスマイナス二十五ミグマイナス二十三ミグマイナス二十九ミマイナス二十四などの新型機のみであると考えられる。このほか、中国製の Y-5 も保有しており、低速の服用機で、レーダーに映りにくいという特徴を利用して、空底効果や、 対艦攻撃に用いるとも考えられている。さらに、有事の際には、フラッグキャリアの高来航空機も編入するとされる。韓国からの報道によると、多数保有する旧式機を人間が操縦するのではない、無人機に改造して使用しているという情報もあり、この場合、多数の無人機を飛行させることにより進行してくる、敵軍のミサイルを吸収させ、 航空隊本体を防御するという戦術が考えられていると言われる。表面上、人民軍空軍の構成装備は大半が旧型であり、そのため朝鮮人民軍空軍は旧式で貧弱で、あると一般に評されているが、そうした旧型機は攻撃用兵器というよりはデコイの一種として保有されているのであり、外国軍が進行した際に実際に、 主戦力となるのはより新しい機材であると推測される。金正恩が朝鮮中央テレビに登場するようになってからは北朝鮮にとっての虎の子であるミグ -29 によるアクロバット飛行の映像がしばしば放映されている。ミグ -29 の機体には上面を緑色、仮面を青色にするツートンカラー塗装が施されている。金正恩が ミグマイナス -29 を運用する部隊を視察し、中期中のコックピットに試乗した、蔡の朝鮮中央テレビの報道によれば、北朝鮮は1988年にミグマイナス -29 を導入したとされる。長らくミグマイナス -19 のライセンス生産機である、戦撃録型の運用を行ってきたが、2014年、老朽化のため、相次いで墜落事故が発生したことから飛行を差し止めている。 なお、2013年に、キューバから北朝鮮に向かう貨物船が、パナマに手打破され、船内からミグマイナス19の機体が発見された、事件もあり、保有する機体の一部は、ライセンス生産機ではないものも含まれている、可能性がある。朝鮮人民軍戦略軍は、弾道ミサイル戦力の運用を担任している、独立陛下であり、スカット系列やノドーン、 北極星2号等の配備を行っており、液体燃料の弾道ミサイルは北朝鮮では火星シリーズとして故障されており、ICBM の火星14や火星15等の発射実験も行っている。諸外国では以前からミサイル指導局との通称で呼ばれていたが、2012年4月15日の軍事パレードにおいて、金正恩自身が 戦略ロケット軍の存在を認める演説をした。北朝鮮による2016年の公式発表では、金正日政権下の1999年7月3日に戦略ロケット軍を創設したことを記念して、7月3日を戦略軍説に制定した。1992年の軍事パレードでは、スカットミサイルが披露され、2010年の軍事パレードでは、 ドンと見られる弾道ミサイルを公開。2012年の軍事パレードでは、中国製の特大型電話に搭載された、正体不明の弾道ミサイル KN-08 が、登場して、物議を醸している。アメリカ戦略軍、ロシア戦略ロケット軍、中国人民解放軍ロケット軍に相当する。弾道ミサイルに搭載される、核兵器の運用も行う軍であると言われているが、 人選や教育訓練等の詳細は不明である。2016年6月に行われたムスダ弾の発射実験の際の戦略軍司令官は金楽圏。以前は国防委員会の直轄部隊であったが、2016年6月末時点では国務委員会の直轄部隊かどうかは不明である。2017年には中距離弾道ミサイルの火星12と、 大陸間弾道ミサイルの火星14と火星15の発射実験に相次いで成功し、米国全土に到達することができる弾道ミサイルの発射実験に成功した。国境警備は人民武力部参加の国境警備部隊によって行われている。反門店の共同警備区域に駐留する部隊。北朝鮮軍総政治局の参加の部隊とされ、要員は約800人とされる。 朝鮮人民軍の中でもエリートに属する。朝鮮人民軍の通常戦装備は、全軍事予算の1、4しか投入されていない。朝鮮人民軍の装備は、自国製、ソ連製、中国製が多く、全軍とも1950から60年代に開発された、旧式な装備が大半を占めている。ミーグ -29 等、比較的新しい兵器も一部配備されているものの、 ごく少数に止まっている。装備の中には独自の改良、改造を行ったものが見受けられるため、詳細については不明なものもある。半世紀も前に開発された旧式な装備は部品調達が困難なものも多く、共食い整備によって維持されていると考えざるを得ないが、高価な最新兵器の部品を必要量購入することも経済的に難しい。よって、 実際の稼働戦力はそれほど多くないと言われる。特に空軍は連動維持もままならないほど部品や燃料が枯渇しているという。三隻しかない海軍のフリゲートに至ってはほとんど係留されたままである。一般兵士の使う自動小銃は老朽化が進んでいる。また軍服や軍防の品質も悪く一部の部隊だけが 西側諸国のパスグッドに酷似した軍装を着用している。朝鮮人民軍において、迷彩服とボディアーマーは、ごく一部の選ばれた精鋭部隊にのみ与えられるエリートの証である。特に、不評にとって重要な武器である自動小銃の身長は近い将来行わざるを得ず、北朝鮮国内では、ロシアのイジェフスク機械製作工場から、 ライセンス生産の許可を受けていない AK-74 の密造が行われている。AK-74 の密造に合わせて、対応する高倍率の照準機と、GP-25 グレネードランチャーも密造している。サイドアームとしては、製造元の許可を受けずにシーズ75、トカレフ、マカロフ、FN ブローニングハイパワーの密造が行われている。 北朝鮮に銃器を輸出する国があるかどうかは不明である。ただ、状況証拠から見て、朝鮮人民軍が2010年に初公開した新型の地対空ミサイルに関して中国からの技術流出が疑われる。軍事独裁国家だったミャンマーとの間では、ヤホーなどの下記の取引が頻繁に行われていた。2020年10月に行われた軍事パレードでは、 新型のブルバップ式の小銃や98式小銃をベースに開発したと思われる短期間銃が相次いで登場し、既存の98式小銃にもマズルブレーキやフラッシュライト、スケルトンストック、ヘリエールマガジン、高倍率スコープ、レーザー、レールシステムと見られる各種アタッチメントが取り付けられており、 兵士の戦闘服もデジタル迷彩が取り入れられた最新式のものへと変更されていた。また、陶器迷彩や砂漠用と見られる迷彩など新しい迷彩パターンも複数確認された。防弾ベストやニーパッド、モバイル情報端末を装備し、フリッツ式のヘルメット、携帯型通信装備も新しいものへと更新されており、急速な近代化が行われていることがわかる。 また2021年1月の滅平式では2018年の軍事パレードで初登場した K11 複合小銃に似た新型複合小銃や新型蛍光型敵弾銃も確認された。通信装備に関して2011年12月17日の金正日の死去の前後に無線更新量の変化がさほどなかったと韓国国上院が報告しており、 これと関連して、朝日新聞は、軍司令部など各所を結ぶ、光ファイバー網が整備されているためであり、天安沈没事件の際にも、人民軍にとって有効であったと報道している。近年、北朝鮮では、各国に今する、土台人により不正輸出された約1800台の、パソコンを使用する、平壌情報センターが設立されている。サイバー戦争で、 仮想敵国のインフラを破壊することが狙いとみられている。朝鮮人民軍は戦略軍に k n 0に短距離弾道ミサイル、スカット短距離弾道ミサイルを呼び、それを独自に改造した準中距離弾ミサイルのノドン、固体燃料の準中距離弾道ミサイルの北極星2号を配備しており、さらに米国本土を射程にすることを狙った。 大陸間弾道ミサイルの火星14と火星15の発射実験を行っている。KN-A2 短距離弾道ミサイルは、韓国の首都ソウル、スカットは、韓国全域と日本の一部、ノドンと北極星2号は、日本の大半、開発を進めている火星15は、アメリカ全土を射程に含めることを狙っているため、極東アジアのみならず、 世界における軍事的緊張の一因となっている。北朝鮮は2006年、2009年、2013年に自国領内で核実験を行っている。また、1998年のパキスタンの核実験は代理核実験の疑惑がある。これらの事実により核保有国となっている。ストックホルム国際平和研究所は2017年時点で北朝鮮が保有する。 核兵器を10から20個と推定している。詳細は北朝鮮核問題外部リンク減衰金サイトを参照。ありがとうございます。